カンクエンは、グアテマラ、ペテン県南端の古代マヤ遺跡。パシオン川渓谷にあり、グアテマラの定地と高地を結ぶ交易の用地だった。カンクエンには、神殿ピラミッドが存在せず、長い間評価の低い遺跡だったが、2000年以降にその重要性が認識された。カンクエンは、テオベルト・マーラーによって1905年に発見されたが、 さして重要な遺跡とは考えられていなかった。1960年代にハーバード大学の大学院生が訪れて宮殿の存在を報告したが、その規模は過剰評価されていた。アーサー・デマレストの率いる調査隊は1990年代にドスピラスなどペテシュバトゥン地域の発掘を行った。その中にドスピラスの王子とカンクエンの王女の結婚を記した碑文があり、 クエ園の重要性が認識されるようになった。バンダービルト大学、グアテマラ文化賞、ナショナルジオグラフィック協会などの支援を受け、アーサー・デマレストとトマス・バリエントスケ・サダノ率いる、グアテマラとアメリカ合衆国の共同調査隊が1999年からクエ園の発掘を行った。調査隊は2000年に8世紀の巨大な宮殿を発見した。 宮殿は765年から790年の間に、タフチャン・アフク王によって建てられた。この宮殿は従来小さな建造物と考えられていたが、宮殿の本体は地下に埋まっていて、発掘の結果170の部屋を持つ古代ワイヤで、最大の宮殿であることが判明した。一帯を支配していたドスピラスが761年に滅亡したため、支配下にあった。 韓国園などの諸都市が再び繁栄するようになったと考えられている。韓国園は、翡翠などの高地マヤの産物を運ぶための重要な拠点であり、カラクムルからラ,ラコロナ、エルペルー、セーバルを経て、韓国園に至る南北交易路が存在したと考えられている。2005年には支配者層が大量虐殺され、宮殿の入り口近くの貯水池に投げ込まれているのが発見された。 800年頃に攻撃を受けて殺害されたと考えられている。また、石碑の王族の顔は全て削り取られた。ありがとうございます。